戦前の朝鮮人は日本人から朝鮮人と言われることを侮辱と感じていた。ただしそれは現在の私たちのイメージではない。動画をご覧いただきましてありがとうございます。慎長下でございます。えー、っとですね、あの、私はですね、この一連の動画の中でですね、えー、いわゆるうう、コリアンという言葉をよく使うんですね。 でそれはなぜかと言いますと、いわゆる韓国のことについてですね、まあ、言うときにはあ、韓国人という言葉を使えばいいんですけども、例えばあの北朝鮮なんかも含む、いわゆる朝鮮民族的な話をするときには、ですね、えー、それだと困るんですね、つまり韓国人というと、韓国しか入らないと、ねでえー、じゃあ北朝鮮入らないのかというと、いわゆる同じ民族ですから、やっぱり共通の性格みたいなのはあるんですね。 で、まあ、在日コリアなんかも含めて、まあ、在米の韓国人なんかも含めて、ですね、そういう話をするときは、やはりですね、韓国人だと都合が悪いんですよ。それで本来なら、朝鮮人って言葉を使えばいいんですけども、 朝鮮人という言葉を使うと、日本ではちょっと、いわゆる差別用語と捉える可能性があるんで、で私はあの昔から、ですねコリアンという言葉を使ってるんですよ、えー、ただ、今回はですねちょっとそのコリアンという言い方だとです、ね、ニュアンスが伝わらないんで、ちょっとあえて朝鮮人という言葉を使わせていただくんですけど、これは決してその侮辱の言葉の意味で使ってるんではないということを、まあ、ご了承いただきたいと。 でですね、この朝鮮人という言葉はですね、あの現在、日本ではやっぱり侮辱の言葉と受け取る人がいるんですね。これは日本人がですね、朝鮮人を見下すときに使うなんていうようなニュアンスがあったりするんですけど、実はですね、戦前もこれはですね、侮辱の言葉というふうに捉えてたんですよ。でただ、ですね、これはあの現在とちょっと違う意味で侮辱の言葉だと思ってたんですね。これどういうういことかっていうとか 戦前のですね、えー、その在日コリアン関係、在日朝鮮人関係の資料の中にですね、えー、在日朝鮮人関係資料修正という本があるんですね。これはあのー、名前を聞いてお分かりになるかと思いますけど、資料集です。だから、あその戦前のまあ行政なんかにおいてですね、えー、在日朝鮮人に関して書かれたものをですね、集めたものなんですね。 でこれはの、かなり分厚い資料がです、ね、5つぐらいあって、これはの戦後もあるんですけど、こ、まあ、れは戦前の本ですで、この資料修正っていう中にです、ねえー、1939年のです、ね、福岡県のある会議資料があるんですね、これ、福岡県の検、ね、察がです、ね、まあ、警察なんかと一緒にやった合同で行った会議なんですけど、その会議の中で,です、ね、いわゆる福岡県の民間人の人を呼んで、ヒアリングしている資料なんですよ。 福岡県というのは、在日コリアンが多いとろなんですね、でえー、当時でいうと、県でいうと、日本で5番目に多いということが、まあ、この資料の中には書いてあるんですけど、当時で約6万人のコリアンがいたと、でこれらのです、ねまあ、コリアン、朝鮮人の人たちというのとです、ね、当然、日本人との間でいろいろ関係があるわけですね。 でこの1939年の会議は、ですねこの中で民間でなかなかうまくやってるよっていうところの人たちを呼んで、そのケーススタディをまあちょっとヒアリングするっていう会議なんですよ。こういうような話が出てくるんですよこれは、ですね木戸さんという方がですねお話をしてるんですが、この方が、ですねあの朝鮮人の子供同士が喧嘩してるところを見たんだそうです。 そのときに朝鮮人の子供は、相手の朝鮮人の子供に対して、朝鮮人って言葉を使ってるんですね、つまり、悪口としてて使ってる実はそれを受けて、ですね、えー、こういうような話をされているんですね、えー、これ、波多野さんという方がお話をしているんですけれども、この波多野さんという方というのはですね、えー、貝島工業というところに勤めてらっしゃる方で、えー、これも朝鮮人と一緒に仕事をしている方です。ででこの方がですね、えーその 朝鮮人の幹部の方に、えーあの、あなた方が嫌な言葉は何だっていうふうに聞いたんですね、そうしたら、あやっぱり頭に来るのは、朝鮮人とか、半島人とか言われるのが一番頭に来ると、まあ、いうようなお話をしてるんですね、でその理由を聞くと、こういうふうに答えたんですよ、それはあいわゆる朝鮮人、半島人というふうに言われるのは、あその私たちを、まあ、除外しているような言葉であると。ね 私たちというのは、あなた方日本人と同様に天皇陛下の席子であると、ね。であるのに、私たちを、その、日本人から除外するような言葉で使うのはあ、まるで異国人のように扱われる。そういうのが嫌だというふうに言ってるんですね。つまり、日本人というふうに、えー、受け入れられないで、えー、自分たちを除外するような言葉として、朝鮮人という言葉を使われるのを少し頭にくるんだ。尺に触るんだと言ってるわけです。つまり、どういうことかというと、 彼らは日本人になりたかったわけです。日本人になりたかったにもかかわらず、日本人というふうに認めてくれていないと。これを彼らは非常に嫌がっているんですね。じゃあ、その畑野さんはこういうふうに聞くんですね。じゃあ、あなた方のことを何と言えばいいですかと。何というふうに呼べばいいんでしょうかと。言うと、えー、彼らはですね、こういうことなんですね。それは、ノーを入れてくれと。ノーと。つまりどういうことかというと、 朝鮮人ではなく、半島人ではなく、朝鮮の人、半島の人と、脳を入れてくれと。で、そういう,うに脳を入れると、それは地名になる。地域名になりますと。つまり、まあ、朝鮮出身者だとか、半島出身者という意味になるんですね。だから、脳を入れてくれるというんだったら、私たちは差別の言葉だと取られませんよって話。え、で、えここの地域ではですね、えー 朝鮮の人、半島の人というふうに読んだと、でそうすると非常に喜ばれたと、でこのヒアリングの中で、ですね、いわゆるその検察の方はああ、それはいいことを聞きましたねと、いいことを承りましたなんてことを言ってるわけですよ、つまり彼らはああその、日本人から見下されるからというよりも、日本人に仲間と認めてくれていないから、だから頭にくるんだということを言ってるんですね。だからそうではなくて、 えー、脳を入れてくれれてくばいいと朝鮮の人って呼んでくれればいい朝鮮人って言われると日本人ではないようだということで彼らは非常に反発をするとで最近のですね、えー、徴用工の問題で言っても彼らはあ無理やりその連れていかれて働かされたというだけど現実にはそうではなくて日本人に協力することを彼らはすごくその当時喜んでいたんですね。 で、これあの、この資料の中の別のところにも書いてあるんですけれども、や、当時あの、献金っていうのはすごい、まあ、戦争の時行われるんですね。あの、自極協力なんて言い方をするんですけどね。で、その時に、彼ら献金を非常に多くしてくれると。日本人よりよっぽど多くしてくれるんですね。で、それはなぜかというと、我々は徴兵制度がなくて、えー、戦争に協力できなくて、お国のためにご奉公ができないと。 で、せめてお金でも献金してご奉公したいのですというようなことをおっしゃるとであるがゆえに彼らですね、朝鮮の人というのは日本の戦争についてですね、ものすごく協力していたわけですだから彼らは無理やり連れて行かれたなんて言ってるけど、実はそれは全くこういうその資料を見るとですね、間違えてあるということがわかるわけですね彼ら自身は積極的に協力していた、ね、であるがゆえに、その献金額なんていうのも他の日本人に比べても非常に多かったわけです 彼らは、朝鮮人という言葉を非常に嫌がっていた、でそれはなぜならば自分たちが除外されていると思うから、だからのというのを入れてくださいと、朝鮮の人と、半島の人と言われることが彼らにとっていいことだったわけです、彼らはあ嫌がっていなかった、日本人として報われることを、日本人として迎えられることをむしろ光栄に思ってたんですね。 彼らが差別だと思うことというのは、むしろ日本人から除外されていることだというようなことをですね、えー、ぜひ私たちは認識するべきだなと思います。動画をご覧いただきましてありがとうございます。えー、またですね、下の方にブログ、ツイッター、LINE アットつけてありますので、登録していただらありがたいなと思います。あと、陳情芸の方はショップの方もやっておりますので、えー、そちらの方もご覧いただいたらありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。